では第何回かわからないけど、りなちゃんボード会議を始めたいと思います。かすみちゃん、帰りにお菓子をおごるって約束だからちゃんとやってね。もちろん、かすみお菓子の。うわ、違う違う、りな子のために超頑張っちゃうもん。そこまでかすみさんが言ってると私の考えたものじゃダメなのかもって不安になってきた。しずこ、何気にハードル上げるのやめて。ありがとうかすみちゃん、りなちゃんボードうるうる。りなこまでごめんごめん。でもかすみさんが真剣に考えてきてくれてるのはいつものことでしょ。真剣ってほどではないけど、でもさ、りなこが喜ぶならさ。素直じゃないな。ま、いいか。じゃあ早速新しいりなちゃんボード案をスケッチブックに書いていきましょう。楽しみ、りなちゃんボード、ワク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 。りなこ、どれが気に入った？今日のは私も自信があるの。ももも、私が一番気に入ったりなちゃんボードはこれ。しずこのボードなの？かすみん頑張ったのに。あ、嬉しいです。次のライブで使わせてもらうね。ありがとう。待って、りなこ、考え直した方がいいよ。かすみんのボードの方が声援すごいってば。ちょっと、かすみさんのボードは前回採用されたでしょ。今回は私だって負けられないの。